ウォーターフロントは、文字通りには、貸し、海岸通の土地、水辺といった意味となるが、今日メディアに多用されている用途では、過密化する都市の新たな開発区域としての港湾、臨海部を指して使用される。日本において港湾部が注目され始めたのは、神戸市のポートアイランドとされる。埋め立て地の他にも、既存の港湾周辺では、 コンテナ化など物流形態の変化による空き倉庫の増加や工場の撤退などの状況があって荒廃が進んだため新たな開発で再生が期待されるようになったものである世界的な先駆はアメリカ合衆国のボルティモアとされる1960年代後半から30年にわたる計画のもとに着手されショッピングセンターや 大型水族館が整備されるに至り、湾岸部が市民や観光客に開放されて賑わいを取り戻した。神戸ハーバーランドモザイクとメリーケンパークサンフランシスコのフィッシャーマンズワーフやボストンの水族館などのウォーターフロント開発の成功事例を参考に1980年代より日本でも導入された。始まりとなったのは1981年に 竣工した神戸市の当時世界最大であった人工島ポートアイランドである。これに倉庫街や貨物駅といった古い港湾施設の再開発によって誕生した神戸ハーバーランドの二つの事業に対し今後の都市開発に先進的な役割を果たしたとして日本都市計画学会石川賞がそれぞれに授与されている。首都圏では東京の筑島、 天王図、臨海副都心、潮止め、河西、横浜市の横浜港未来21、千葉市の幕張新都心などの再開発が行われた。本来、これらの地域は、工業、港湾用地として造成されたものだったが、石油危機以降の重厚町大産業の衰退や、港湾施設の移転に伴い諸行、住宅用地に計画変更された。 芝浦の空き倉庫を利用したディスコやライブハウス、浦安市の東京ディズニーリゾートなども人気を集めた開発の一つである。大阪の場合、天保山ハーバービレッジや南港のサキス、USJ といった港湾地区以外に河川を活用した港町リバープレイスや道頓堀川沿いの頓堀リ,リバーウォークなどの開発が見られる。中野島周辺では 半大病院跡地を開発したスイート、大阪アルファープロジェクトも展開している。大阪近郊では、堺市の堺浜シーサイドステージ、神戸市の六甲アイランドハット神戸、マリンピア神戸も知られる。その他にも、釧路市のフィッシャーマンズワーフも、小樽市のパルテ畜公、名古屋市のガーデン不当、不頭、金城不頭、鶴ヶ市の金ヶ崎両口。 高松市のサンポート高松、北九州市のモジコレトロ地区、福岡市のシーサイドも持ち、長崎市の長崎水辺の森公園、佐世保市のポートルネッサンス21、鹿児島市のドルフィンポートなどがある。北海道地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方。ありがとうございます。